まってた。始まってます。あ、ごめん寝てた。前回のマッサージはいかがだったでしょうか。焦点ね、しましたね。うん、スポーツアロママッサージを取り扱ってるサロンって少ないじゃないですか。やっぱりあんま知らないと思う。だって聞いたことなかったからね。でしょ、うん、まあどうぞ。まあでもぜひ遠方からも来ていただいたら効果がわかるからさ。あの、だから特にさっきも話してたけど、自転車ロード乗ってきてやってもらって、うん、で帰りの違いね、あの全然違うっていう人多いらしいから、うんうん、確かに私今やってもらって足、うん、着替えるだけで足軽かったからね。ズボン履くの足軽みたいな感じになるからね。やっぱこの効果をさ持続させたいじゃないですか、はい、でも毎日通われへんしってことで、そうね、まあ、月に1回行くとしてね、うん、月に1回行くとして、まあ、その間とかで自分でぜひやってほしい、うん、あくびめっちゃ出る。はい。ということで今日は、はい、自宅でできる、しかもお風呂の中で、はい、もう5分もかからないぐらいでできるセルフマッサージ法を奈々さんに教えてもらおうと思います。だからみんなも一緒に自宅でセルフケアしてみてください、はい、1回見たら多分すごい覚えやすい、簡単やし、めっちゃ簡単、うん、めっちゃ簡単やった。やってみてください。やってみてください。はい、じゃあお家でお風呂でできる簡単なセルフマッサージ、はい、大事。お風呂でできるとすぐできますよね。そうですね、座ったままこうやってね、そうです、泡とかね、滑らしたらいいですね。思った時にやってください。はい、わかりました、はい、でまずね、座ってしていただくんですが、リンパ流れてることが大事なので、はい、この鼠径部、はい、付け根、そうですね、足の付け根ですね、はい、でグリグリしたらいいんです。こうね、流すだけでもいいです、はい、で石鹸つけてるとしっかり指が滑ってくれるの で、ね、水だけだとこう詰まっちゃうので、はい、石鹸をつけてこの辺をしっかりと流してください、はいはい、で全身にね、リンパって流れてます。お時間があればこの辺とか脇、はい、はい、この辺、はい、この辺たくさんリンパあるので、はい、石鹸つけて流してもらうのもいいです、はい、この質感膝の裏にも、ね、はい、リンパ節があるので、ね、ここもグリグリと刺激します、はい、痛いぐらいしなくても最初はいいです。はい、これも10回ぐらいしてください。で、石鹸がついてる状態なので、はい、足の先からね、一旦足全部をこう太ももまで流してあげます。流すってもう撫でるぐらいでいいですか。はい、下からしっかりね、撫でるぐらい、これ5回ぐらいいきます、はい、時間があれば指股っていうんですか、この指の間をね、はい、指で指の先を使って、はい、グイグイ指股、はい、あ、この間ね、はい、骨と骨の間を足に長い指があると思って、長い段のグイグイと、これも10回ぐらいですか。これも指の間たくさんあるので、はい、はい、もう 4,5 回ずつでいいです、はい、ありました、はい、そこをお願いしたら今度はくるぶし、両方にくるぶしありますよね、はい、ここをくるくる4指を使って、4指、はい、くるくる、石鹸ついてるのでもっとね滑ってくれます。あ、そうですね、はい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 、でこのままふくらはぎ、はい、両手で掴んで、あ、これね、はい、交互に引き上げていきます。はい、両手でもいいですし、こういうことですね、はい、この時あれですか、ちょっと筋肉を意識すればいいですか、はい、筋肉が骨についているよっていうこのラインを、はい、いいです、気持ちいいラインがあるので、はい、でしっかりこのね足首の付け根からして付け根からやる、ああ、これが大事ですね、はい、はい、今度ね下側をするので、逆に上側こういう形で、こういうことね、両手、そうです、はい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 、はい、今度膝頭を両手でぐるぐる、はい、気持ちいいとこがあったらそこをねぐいぐいと強めにやってもいいです、はい、はい、次は太もも、内側を自分でこう、はい、はい、そうです、はい、はい、引っ張る、下からね、基本上に上げてあげる方がいいです、はい、やりにくい場合は逆でも大丈夫です、はい、で、次は反対側も一
きますか。外側は。あ、そうです。ちょっと膝の裏しっかりとグイグイと。本当に簡単すぎますが、これぐらいするだけでも違ってきます。で、もっと足が疲れてる場合はその部分をしっかり長くしてあげる。はい。はい、こんな感じでかなり簡単にはなりますが、これお風呂使いながらでも、あ、もちろんです、ね、使いながらでかもしれないですけど、もちろんそれでも力は入れずに優しく撫でるだけでもいいです。はい、気持ちよかった。やってみてください。はい、ぜひ、はい、ということで自宅でできる簡単セルフマッサージでした。教えてもらいました。皆さんもどうぞ。はい、そして高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。